What's going on, よしきです。今回なんですけど、タイに来て安くて驚いたことを5つ発表していきたいと思います。皆さん知っての通りですね、東南アジア自体物価が安い国だと思っている方が多いと思います。タイに実際来てみてとても安いなと思ったところを5つ発表したいと思います。はい、ということでまず1つ目はですね、タピオカが安い。これですね、タピオカがめちゃくちゃ安いんですよね。僕が今住んでるコンドミニアムの下にカフェがあるんですけど、そのカフェにタピオカが売ってるんですね。100円から130円ぐらいで、まあ、こんなでっかいタピオカが売ってるんでめちゃくちゃいいですよね。まあ、甘党の僕からしたらしても嬉しいですね。まあ、家で勉強するときとかちょっと甘いもの欲しいなと思ったら下に行ってちょっとタピオカ一つくださいって言ったら、まあ、こんなでっかいやつが120円くらいで買えるわけなんですよね。で、日本で買ったら多分500円600円くらいするって思うんですけど、それがね、もう5分の1、6分の1以下になってるんでめちゃくちゃ安くて、甘党の人からしたらもう天国みたいな国ですよね。はい、ということで2つ目いきましょう。2つ目はですね、こちら、ダデン、レッドブルが安い。僕ですね、タイに来るまで知らなかったんですけど、レッドブルってタイの会社だったんですね。多分タイの会社だからか、このレッドブルがなんと、30円です。1本30円で飲めますね。僕自身ですね、結構エナジードリンクが好きなんですけど、全然毎日は飲まないんですけど、まあ1週間に1回2回とかは多分飲んでるんじゃないかなと思います。このね、こちらが、レッドブルの原液なんですけど、原液だと本当に30円で、で、日本で見るようなこんくらいのやつ、こんくらいのカンカンのやつは多分そのちょっと安いぐらいですかね。多分あんまりタイでも変わんないかなと思います。それでは3つ目はですね、家賃が安いです。めちゃくちゃ家賃が安いです。僕が今住んでるコンドミニアムなんですけど、このくらいの広さで1万7000円前後ですね。安いやつだと1万5000円、1万4000円とかあります。で、もしタイで3万円とか 3万円、4万円払うってなったら、ジム、プール付きで何十階建ての、コンドミニアム、まあ、アパートとかマンションみたいなところに住めたりしますね。もうそんなレベルになると、もう1階がもうホテルみたいなフロントで、理由の方もたくさんいて、もう本当すごいな、もう先輩の家なんかまさにそうで、なんかすごいなと思いますね。しかも何がいいかって言ったら、全部家具付きなんですよ。こちらに見えますでしょうか、このソファーとかもベッドとかもついてますし、冷蔵庫もついてます。Wi-Fi とかもね、ついてて、ほとんどこちらに来て、こっちタイに来てですね、買い物が、買ったり準備するものがありませんでしたね。なんで、一人暮らしを始めやすい国だとも思いますね。はい、4つ目ですね。4つ目なんですけど、タイ料理がめちゃくちゃ安いです。屋台とかね、この僕の住んでるコンドミニアムの近くにも屋台がバーってあるんですけど、まあ、1食200円もしないですね。150円、180円ぐらいですかね。そのくらいで、まあ、十分食べれるの。1食ね、食べれたりするので、コンビニなんかに行ったら、まあ、弁当とか、タイの料理、コンビニに売ってあるガパオライスとかも1食100円とか100円以下とかでもあるんで、でも米が食べられるっていうのがめちゃくちゃ、まあ、留学してて嬉しいですし、プラスめちゃくちゃ安いんで、本当にありがたいですね、この環境。なんでタイ料理がめっちゃ安いと思います。日本食を食べるってなると、まあ、ちょっと日本ぐらい多分するのかなと思ってます。はい、なので普通に生活していく分にはめちゃくちゃ、コストも抑えれるので、タイ留学はおすすめです。次が5つ目ですね。5つ目なんですけど、カフェが安いです。僕の今住んでるところから歩いて5分くらいですかね、5分ぐらいでカフェにも行けて、そこでいつも勉強してるんですけど、200円前後で、まあ、カフェも利用できます。日本だったら200円で
日本だったら200円でカフェで過ごすってなったらどうしますかね。何めちゃくちゃこのくらいのショットいっぱいとかだと思うんですけど、タイだったら普通にこうスムージーだったり、あと普通の何ですかね、結構甘いドリンクとかも、日本だったら500円するのが、まあ、大体それの半分以下で飲めたりするので、めちゃくちゃおすすめですね。まあ、家にいても結局エアコンとか電気代とかはかかるんで、それだったらまあカフェに行って、まあ、ドリンク飲みながら、まあ、涼しいところで勉強した方が効率はいいかなと思ってるので、カフェでよくですね勉強してます。最後6つ目ですね。ちょっと入りきらなかったんですけど、6つ目なんですけど、6つ目はタクシー代がめちゃくちゃ安いです。タクシーの初乗りがだいたい100円前後で、100円ぐらいからの初乗りになってまして、僕友達僕含めて3人でだいたい乗るんで、それでまたさらに割り勘したら1人1回だいたいめちゃくちゃ抑えることができます。タクシーもとても安いので、タイ人も留学生なんかもよく利用してますね。さらにバイクタクシーなんかだと1回60円くらいで、まあ、2、3キロとか走ってくれたりするんで、とても安いなと思いました。でタクシーのぼったくりなんかもほとんどなくて、普通にメーター使ってくれたりするんで、とても、ありがたいですね。たまに優しいおじちゃんなんかは、僕まだタイ語わかんないんですけど、まあ、英語で話しかけてくれたりとか、フレンドリーな方が多いので、とても楽しい、とても気に入ってますね。はい、はい、以上が、タイに来て驚いたことを5つプラス1つだから6つか、6つでございました。いかがでしたでしょうか。タイに来てまだ1ヶ月とあと少しで2ヶ月なんですけど、これからもっともっとタイのことを知れるように努力して、まあ、タイをまずは知って、まあ、タイ語も勉強して、皆さんにタイの良さを伝えれたらいいなと思ってます。そしてまた何かやってほしいものとか、やってほしいこととか、なんかリクエストとか気になることとか、タイの渡航情報なんか質問があれば、インスタグラム、ツイッターの DM だったり、この YouTube のコメント欄でぜひですね、コメントしていただけたら幸いです。あといい動画を作れるようにタイでも頑張っていきますので、皆様の応援の方よろしくお願いします。まだチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録を忘れずにお願いします。高評価もよろしければ、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 See you! Bye!